大切な人を亡くしてしまった悲しみに立ち向かっていく、主人公がいて、自分の近くから大切な人がいなくなってしまったんだけど、それに前向きに向き合って、強く乗り越えていく、そんなメッセージを込めさせていただきました。ぜひ覚えていただきたいと思います。聞いてください。待ってて。ありがとうございます。